はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシンです。今日はね、こっち、この花この花たちを使ってアレンジメントを作っていきたいと思います。かっこいいアレンジメントに仕上げますので、ぜひ最後までご覧ください。では、行ってみましょう。今日はこちらの器にアレンジをしていきます。今ね、こちらのこれアンスリウムの葉っぱなんですけどを入れました。でこれね、表と裏が色が違うんですよね。でこのコントラストね、うまくこう出してきます。これもちろん2枚を立ててもいいし、2枚を横に寝かしてもいいんですけど、今回は縦と横でこう分かりやすいように使ってますね。で次にこちらのエビデンドラムをね、入れていきます。でこういう曲がりがね、あるやつとかはうまくその曲がりがこう見えるようにアレンジしますね。こういう曲がりがあると、もうなんかこうワクワクしたくなるとワクワクしてきますよね。アレンジしたくてワクワクしてきちゃうんですよ。でこう今回もう一本このデンドロを入れ、エビデンドロを入れるんですけど、その時にこの3本の高さが絶対にこう同じにならないように、このように入れていきます。で短くしたエビデンドロの葉っぱはこういうふうに取っておいて、下の方にね、入れていきましょう。こう渦めに入れます。はい、次にこちらの赤バラを短くね、入れていきます。でここで手まり草をうずめに入れます。次にこちらのトルコキキョウを、やはりこの手まり草のちょっと上あたりですね、に入れていきます。これトルコのつぼみってすごい折れやすいんですけど、すっごい可愛いのでデザインではね、使っていきたいと思います。はい、最後にこちらのスイートピーの紫をね、入れていきますけど、スイートピーの紫は長めに出すときはこのまんまでいいんですけど、短めのときは2つに分けたりしますね。まずは長めからいきましょう。で2つに分けるときはこのステムがね、ここ少し空いてる部分ありますよね。長さが空いてるというか、こう花が飛んでる部分、ここで2つに分けて、こういうふうに2つに使えるようにしましょう。はい、以上ですね。ちょっと待ってて。はい、ここでちょっとスイートピーを入れたら、あまりにちょっとアンスリウムの葉っぱに対して花が甘くなりすぎてしまったので、
このサンゴミズキを少し足します。まあ、花のアレンジってとかくこういうことありますので、皆さんもよくその対処方法を覚えてください。はい、こちらで完成です。では正面からアレンジを見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。今日はね、ちょっとアクシデントがありましたね。スイートピーが甘すぎて途中でサンゴミズキを足しました。アレンジってね、やってるとこういうことよくあります。なのでその場その場でこう対応して、乗り切れるようにしてください。ではですね、今日はこちらのアレンジメントで決まりです。また次回お会いしましょう。 See you next time。 フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録していただけると、このアレンジメントも僕も喜びます。なのでぜひよろしくお願いします。